はい、ダブルドッカンフェスっていうのが来てて、まあ、前回、スーパーゴジータの登場するガシャ引いたんですけど、今回はスーパージャネンバが登場するガシャを引きたいと思います。15回ですね。で、今期間限定で龍石30個で連続ガシャ引けるんで、まあ、それとシングルで5回なんで計15回引こうと思います。はい。で、まあ、いろいろ前回話したんですけど、ドッカンフェスの内容みたいな。まあ、それは省いて、はい、サクサク引いていきます。で、ダブルドッカンフェスの開催期間が2016年の2月15日の14時59分まで。で、お得なガシャ。まあ、あといろいろ特典もあるんですけど、引くごとに。まあ、それが、77時間限定で2016年の2月7日の23時59分までです。はい、じゃあ引いてきます。はい、これですね。お得な方で、スーパージャネンバの方まだ見てないんですよね。能力とかステータス、これもフェス限定かな。はい、フェス限定ですね。フェス限定のスーパージャネンバリーダースキル、地属性のアタック60%アップ、パッシブスキル、アタックとディフェンス3000アップ&すべての攻撃をガード。ああ、ゴジータと逆ですね。攻撃が全部効果抜群だったかな。とかだったんで。ああ、すごいっすね、これ。で、必殺技、超特大ダメージ&ディフェンスを低下させる。で、これ新 SSR ですね。スーパーサイジン5テンクス。リーダースキル、全属性の気力プラス2。パッシブスキル、必殺技発動時にアタック77%アップ。必殺技、相手に超特大ダメージを与える。与え、必殺技を封じる。で、今回の、こっちの方出る、フェス限定はブロリーと、スーパーサイジン3孫悟空ですね。はい。いやー、欲しいっすね。邪念馬。邪念馬か、まあ、ね。このブロリーとか欲しいですね。じゃあ、まずシングルから引きたいと思います。はい。まずはシングル5回。で、まあ、シングル5回で SSR1 体出して、10連で、スーパー邪念馬出すっていう予定となっております。はい。1回目。SR トランクス。はい、2回目。石まだまだありますね。まあでも、メダル集めが大変だと予想されるので、いっぱいあった方がいいですね。はい。レアのタオパイパイ。3回目。邪念馬もいいっすよね。かっこいいですよね。お、4つ。ブロリーもいいですけどね。あ、お、来たんじゃないですか、これ。SSR。うわ、持ってるよ。うわ。フェス元来てくれよ。つい最近引きましたね。1周年のプレミアムガシャで引きましたね。うわ。きつい。これはきつい。なんかもう出ちゃうと引ける気しないんですよね。あ、ちょっと。はい。あと2回っすね。ああ。引ける気がしない。けど、奇跡を信じる。やっぱフェスゲンはそうそう出ないっすよね。
まあドッカンバトルに限らずなんですけど、まあトレクルもそうですからね。じゃあシングルラストいきます。これからもドッカンフェス分けるんですかね。あのジャネンバの方、ジャネンバだけじゃないか今回。ブロリー、ジャネンバ、孫悟空が一緒で、ゴジータとパーフェクトセルとマジンブーが一緒になってますよね今。ちょっとそれは困るな。はい、じゃあ連続ガチャいきます。はい、これですね。龍石30個で、まあこっちでジャネンバ出ればいいんですよね。お願いします。本当にお願い。大丈夫かこれ。 SSR は来るよね、さすがに。よし、よし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 、 SSR は来る。 OK。 はい、 SR トランクス。レアのトテッポ。いや、フェス限なら何でもいいっすよ。こっち側のやつは、持ってないのばっかなんで。悟空かブロリーか、ジャネンバ。で、お願いします。まあ、この辺はいい、この辺はいい。あ、これ持ってないっすね。SR トランクス。うわ、ドキドキする。覚醒メダルもちょっと今ない、あんまないんで集めないと。来るか、もう来るか。おお、引っ張るね。うわ、ドキドキする。引っ張るな。ちょっとラストかな。よっしゃ、来た。よし、よっしゃ、来た。ブロリー。まあまあまあ、ジャネンバじゃないですけど。これは嬉しい。うわー。よかったー。これラストじゃないですか。ラスト。うわー、よかったー。いやー、まあ、バーダックも強いんですけど、持ってたんでね。まあ、必殺技レベル上がるんでいいんですけど。はい。いや、よかったっす。うん。メダルないんで、集めないといけないっすね。いやー、これで、天下一武道会の、モチベーションが上がる。いやー、はい。というわけで、今回、スーパージャネンバー出る方の、ドッカンフェスのガシャ15回引いて、 SSR のバーダックとフェス限のブロリーゲットしました。はい、というわけで、メダル集め頑張りたいと思います。はい、まあ次もまたフェス限、フェス、ドッカンフェスで引こうと思います。まあ新追加あっても、はい、まあ貯めてバーンって一気に引いた方がいいかなって思うんで。ですし、やっぱフェス券欲しいですし。はい、というわけで今回はこういう結果でした。ご視聴ありがとうございました。